さあ続いてはズームアイのコーナーです。高校生が生け花の腕前を競う花の甲子園の全国大会が14日に開催されます。今日はその全国大会に出場する桐生高校茶道部華道班のチーム乙女椿、山本亜美さん、小池香央さん、小堀芽生さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乙女椿名前がすごいですけどね、はい、まずは皆さんの全国大会出場ということでおめでとうございます。おめでとうございます。ね、花の甲子園出場ということで、統合する前の桐生女子高校から数えますと今回で4回目の出場ということになりますが、まずは山本さん、心境はいかがですか？はい、まずは全国大会に出場することを目標にして、はい、ここまでたくさんは稽古をしてきたので、その努力が報われてとても嬉しいです。そうですよね、地区大会が5月から7月までリモートで開催されたということですが、何チームがこの大会に出たんでしょうか？全国で141チーム、その中で関東は22チームが出場しました。かなりこれ絞られますよ。そうですね、相当なかなかこれ勝ち抜くの大変だと思うんですけど、リモートでの開催が実は去年から始まったということで、画面でも大会に送った動画ということで紹介をしてますけれども、小池さん、こうリモートになったことでやっぱり大変なことあると思うんですけど、どんなことでしょうか？リモート開催では、30分という制限時間の中で、画面越しに一体感などを表現することが大変でした。なるほど、そうか、画面越しにいかにこう立体的に見せられるかっていうところね、そういう工夫と、撮影技術もじゃあ必要になってくるわけです ね、 ですね、なかなか大変ならではですね。そうですよね。今回の作品にはテーマなどはあったんですか？はい、テーマは大会で与えられているもので、今回の地区大会のテーマは、私たちの大切なものでした。で、そのテーマで私たちはワンチームの心を大切なものとして作品を作りました。ワンチーム、ワンチーム、ちょっとラグビー感がちょっと漂ってきますけどね。はいはい、ワンチームの心、これは小堀さん、どんな思いが込められてるんですか？コロナや災害が続く世の中では、みんなでワンチームになって乗り越えていくことが大切だという思いが込められています。社会に発信するようなメッセージですよね。ですね、まさにね、また再びこう動画で、紹介してますけれどもね、小池さん、こう華道、茶道っていうか茶道部っていうね、ありましたけど、生け花ってこれきっかけはどんなところからこう入ったんですか？私は、もともとそんなに入りたい部活がなくて、はい、でそれで廊下に部活紹介が貼ってあって、それ華道部を見たときに、入ろうってなって入りました。もともとなかったとかね、言っちゃダメですよ、そういうことはね。そうですか。でもそういう、インパクトからインスピレーションっていうのも大事ですからね。そうですね。なるほど。そして山本さん、こういけばなの魅力っていうのはどんなところですか？生けてて楽しいのはもちろんなんですけど、自分の気持ちをそのまま作品に表現できるっていうのが一番好きなところです。気持ちを作品にという気持ちがやっぱ現れるんですね。そうなんですね。なるほど。そして小堀さん、いろいろこう審査もね、いろんなポイントが多分あると思うんですけども、どんなことがこう審査のポイントに代表的なものとしてはなるんでしょうか？そうですね、構成力と技術力と表現力が主に評価されるんですが、その時間内にゴミの片付けを終わらせるというところまで、評価に入ります。そういうところまで問われるわけですね。お花の表現だけではなくて、さっき虫眼鏡みたいなのでこう、ね、可愛らしい表現されてましたけど、そういうアクションも評価のポイントなんですか？面白いですね。面白いですね。一個の作品に本当になってるんですね。そこまでがね。今回の地区大会では十分に実力発揮できましたか？コロナウイルスの影響で練習が少なくなってしまったんですけど、その分練習1回1回を大切にすることができたので、本番も練習通り実力を発揮することができました。そうですか。その結果ということになりましたね。さあ全国
大会がもう間もなく始まるわけですけれどもね、全国大会に向けて山本さん、どんなことが一番こう頑張りたいですか？今、うん、その全国大会に向けて練習している作品がとても難しいので、はい、本番で納得のいく形にできるように3人で頑張りたいです。その難しいっていうのは具体的にどんなところが難しいんですか？なんか制限時間が全部で30分なんですけど、はい、行け終わらないっていうか間に合わない行け終わらないギリギリみたいな。めちゃめちゃ大変じゃないですか。ですまずは行け終えるっていうことがね、やっぱり大切になってきますからね。そうですか、掃除の時間まで含まれているということですよね。そういったところも配分に入ってくるということなんですね。さあ、まあ、ただこう全国大会もう本当にぜひ皆さんも目標高くね持っていただきたいと思いますので、ぜひ抱負を小堀さんからお願いしましょう。はい、はい、全国大会という大きな大会に出場するのは初めてなんですが、はい、私たちの団結力で関東代表として頑張りたいです。はい、もう本当にまさにワンチームですよね。はい、さあ続いては小池さんです。はいはい、ここまで進んでこれたのは、うん、周りの方々の協力あってこそのことだと思うので、はいはいはい、周りの方々に感謝しつつ、うん、全国大会でもその期待を胸に頑張りたいです。うん、ぜひ本当に期待してますよ。そしてリーダー山本さんです。はい、お願いします。応援してくれている部員のみんなや先生方、はい、そして学校全体の思いも背負って全国制覇目指して頑張ります。出ました、全国制覇出ましたよ、全国制覇。かつて、まあ、桐生女子高校では実は全国制覇ね成し遂げたことがあるということなので、山本さん、こう全国制覇鍵はどんなところですか？鍵は団結力です。おお、まさにワンチーム、はい、ぜひ頑張ってもらいたいと思いますね。はい、楽しみですね。はい、全国大会での活躍期待しています。しております。全国大会は今月14日に京都で開催されます。今夜は花の甲子園2021全国大会出場を決めた桐生高校茶道部華道班のチーム乙女椿の皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでズームアイのコーナーでした。